クライアントとのミーティングってなかなか慣れませんがありますよね。でも篠崎さん、今日の発言とっても良かったと思いますよ。見てください、篠崎さん、このルームウェア可愛いですねどうですか、うさみみ先輩ですよ。すごく似合いそうです、篠崎さんに。俺？なんで俺が似合うんですか。以前ゲームセンターで撮ってもらったぬいぐるみにそっくりで近づけようと。そうなったらこっちのしおりさん風うさみみは先輩ですか。わあ、こけこけ、そんなにセクハラ先輩になってしまいます。うさみみだけで？でも先輩が来てくれたら可愛い。